お帰りなさいませ。我が才を見よ、万代の喝采を聞け、インペリウムの誉れをここに。ようこそ、快楽原理の底の底へ。ここにあるのは、深い安寧。覚めない夢こそ、至上のゆりかご。理性と本能、不快と快楽、どちらによるかは、あなたの心が命じるままに。それは愚問だな。友人を助けることに、そう理由はいらないだろう。そうだ。知らなかったか？お前は、俺の唯一の友人なんだ。何もなかった俺が見た最後の光。それを、たとえお前が、まだ覚えていなくとも。行け。いいか、 AI は一人でには壊れない。壊れたというのなら、そこには必ず外からの干渉があったはずだ。俺ではたどり着けなかったが、お前なら救えるはずだ。暴け、そして見極めろ。あの愚かな AI がなぜ、どうやって暴走したのか、その真相を。Thank you.
待って。貴様は誰だ？気安く話しかけるでない。世を誰だと心得ている。知らぬ。初めて聞く名前だ。敵ではないようだが、貴様、何者だ？マスター？貴様がか？待て！あまり笑わせるな！腹が痛い！いや、すまぬ。馬鹿にしているわけではないのだ。思い詰めた顔でありえない冗談を告げられては、世も耐えられぬ。うむ、壺に入った、というやつだな。その方、なかなかの弁士と見た。だが、二度目は控えるがよい。世は確かに英霊としてあり、契約を待つ身である。しかし、世はまだ誰とも契約をしていない。いや、契約に値するものを見つけられぬし、出会えてもいないのだ。なんだ？
ムーン、その真剣な顔、何やら事情があるようだが、余は答えられぬ。何しろ、余は自分のことしか覚えていない。記憶障害というやつだな。あれを見よ。世もわからぬ。だが、世に並ぶ者のいない美しさ、華やかさは間違いなく世である。世はあそこまで行きたいのだ。しかし、どうしてか、ここから先は足が止まる。ところ自由に動けるようだな。もしやあの場所まで行くのではないか。であれば余も同伴させてほしい。一人では不可能だ。誰かの後についていくのなら進めると、世の本能が訴えているのだ。では露払いを頼むぞ。旅の仲間というやつだな。
これは。Thank you.
Thank you.